検索エンジンでは出てこないものづくりの裏側や服が店頭になるまでのバックストーリーを中心に届ける服の向こう側、久しぶりにちょっと服の向こう側のコーナーをお届けしたいと思います。以前予約会の際にいろんなコートをご紹介させていただいてたんですけど、予約会の際にはこう小さい生地のスワッチだったりとか、サンプルが一部しかなかったので全てご紹介できなかったので、今ちょっと新しい、新作のコートがずらっとここに並んでいるような形で仕上がってきています。まだ少し数品番上がってないものもあるんですけど、おそらくこの動画が公開される頃には、揃っているかと思いますので、合わせて見ていただければなと思います。予約会の際も少しお話はさせていただいたんですけど、服の向こう側らしいというか、どうやってこのデザインが出来上がってきたのか、なぜこの素材を選んだのか、そういった話を中心に今回はお届けしたいかなと思います。今回新作のコート、モデルとしては、4型やってます。でその中の2つがこうラグランスリーブのこういうこうカジュアルなコートと、あとこうドレス系のコート2型と展開してます。まず1つ目、こちらが新作の、ドライビングコートという名前をつけてやっていってます。この、最大の特徴としてはこの丈、ここ昨今この数年着丈の長いコートというのが市民権を得ていて、割とこう膝下丈、その少し前、本当に5年、7、8年前とかだと、膝より上でないとコートは重いとか、ちょっと昔っぽく見えすぎるっていうことをよく言われてたんですけど、それからよりこうクラシックなコートにが、注目されてきて、徐々にこう着丈が長くなっていって、今は割とこう膝下丈のコートを、A ライン気味とかふわっとした感じで着る、コートが多くなっています。中にはこうカジュアルというか、モードの方だとドロップショルダーのコートだったりとか、身幅をこう少し大きめ、極端に大きいコートをガバッと羽織るっていうようなスタイルも多く散見されます。そこまでこう極端なデザインはちょっとあれなんですけど、リングジャケットとしても割とこうロング丈のコートをここ数シーズン展開していたので、ちょっと違った切り口をしたいなということで、着丈はまずちょっとこう短めのコートを作ってみたい、提案したいということでこちらを作りました。本当に昔90年代ぐらいとかだとよく見かけた、ゴン引きのコートだったりとか英国製のコートでもこの丈のコートってよく見かけたんですけど、思い返してみるとここ数年こういったコートほとんどいなかったかなと思います。ちょっとあの当時のこう空気感を入れながら、またでもちょっと違った、意味合いを込めて作りたいなとこのコートを作ったのが、狙いになります。特徴がいくつかあって、ラグランスリーブもこう少しこうカジュアルな、雰囲気の着れるっていうのと、着丈、あと実はこの、腰ポケット、ポケットは通常のポケットと比べるとわざとちょっと大きめに作ってます。ちょっとこう特徴的な大きめのポケットにすることによってデザインのこうメリハリ感が出る形なのと、デザインというかこうパッと見た感じはプレーンな感じなんですけど、このちょっと大きめのポケット、これが結構いいですね。ここにこううちならではのこうハンドフのステッチをダブルで入れていて、このダブルステッチの幅も通常はだいたいコバ、端っこの1ミリぐらいと、1センチ近くが多いんですけど、わざとそれよりも大きい幅にすることによってこのステッチのこう雰囲気をすごく出していってます。でもちろんステッチの糸の番手もわざと太いものを使っていってて、ちょっとそのステッチ一つにとってもちょっとこう雰囲気が出るように仕上げていってます。で、あとこのカフ、ここわかりますかね。これも本当に、英国の昔のコートで、ピーコートの古いデザインだったりとか、いろんなコートに使われているディテールなんですけど、最近はこう袖タブをついているものとかが多かったんですけど、あえてこういう形をすることによって、いい雰囲気に仕上がっているかなと思います。でこれが、ちょっとマニアックな話なんですけど、ただ切り替えているだけじゃなくて、袖側のこのこちら側の方から、カフの部分を上に挟み込んでというかこう上に入れてるんで、ここの段差がちょっとついてるんですよね。普通に切り替えるだけだけどこの段差がつかないんですけど、身頃の方が下でこうカフの方を上からこう縫い付けるような形してるんで、ちょっとこの段差ができているのが、ちょっとこのこうカフの端の雰囲気がすごくいい感じになってます。でさらにこれ内側ここの部分も全部このカフの部分を表地で作っていっているんですね。一般的なコートだと裏返してここ、少し控えを取ってあと裏地にしていくんですけど、そうすると、結構こう表地の素材次第っていうところがあるんですけど、それによってこう
なんですかね、それがこうペシャーンとこう崩れてしまうものも多いんですけど、このコートに関しては、この花粉の部分をこの裏側、ここも表地にすることによって、まあ、当然こう、まあ、表地ならではの良さがこう温かい素材だったりとかタッチが柔らかいというものをよりこう肌で感じれるという部分もあるんですけど、裏地じゃなくてここをこう使うことによってちょっとこう花粉部分がしっかりするんですね。こう裾がこう、袖口ですね、なんかしっかりするんでストーンとこう綺麗に袖が落ちるような感じになります。まあ、感覚的に言うとスーツとかドレススラックスのこうパンツダブルを裾で上げる場合に、まあ、よく言われるのがシングルより裾口の方がこう重みができて綺麗にシルエットがストーンと出ますよって形で言われる方多いかと思うんですけど、ちょっとそれに近い感じをあるかと思います。もうちょっとねこれがクシャッとなっちゃうやつが多いんですけど、見てもらうとね割とこう綺麗にこうシルエットがスパーンと出るんで、もちろんこうハンガーにかけた状態でもそうですし、着用していただいた時のこう袖口のこの花粉の出方、まあ、全体こう袖のこう雰囲気の出方がちょっとやっぱり違うなと、外から見るとわからないんですけど、実はちょっとそういったちょっとしたこだわりでこう袖のこうシルエットの出方が変わっているというのが特徴です。であとはもう一つ、まあ、別の動画でも何度かお話しているんですけど、このフロントの合わせがまっすぐ上に上がっていくのではなくて、ちょっと上に向かって、このここがですね第3ボタンの横ぐらいからちょっとずつちょっとずつこっちに上がっていくんですね。まあ、これもなかなか試作最初作った時はもうちょっとこっち内側になったりとか、これもちょっと下に下がったりしてたんですけど、予約の時のサンプルも実はちょっとこう出来、狙い通りにできてないところあったんですけど、もうちょっとねこう下がったんですよ。これをもっとクッと上がるような形に仕上げていってます。これがいいですね。まあ、もちろん開けてきていただいた時もいいんですけど、こう閉めた時のこの雰囲気もいいですね。まあ、ただこれもあんまりやりすぎるとかっこよくないですよね。こっち側にぐーっと行けば行くほどいいって思いがちなんですけど、そうすると今度はこの開けた時にこっちが上に上がりすぎてそれもかっこよくなるんで、まあ、このこうちょうどいいバランス、開けてもこうここの雰囲気がいいし、閉めてもここのクッと上がる具合、まあ、この辺のバランスがなかなか難しかったんですけど、まあ、何度かこういろいろ試行錯誤して出来上がったので、まあ、すごくまあいいコートに仕上がってるかなと思います。で、あとはこのデザインももちろんなんですけど、このズバリこの素材もすごく良くて、これ予約会の時にサンプルはなかったんですけど、実はこれロロピアーナのカシミアアワードというシリーズを使ってます。で、さらにそのカシミアアワード、まあ、カシミアアワード何度かご紹介しているんで、この動画をよくいろいろ見ていただいている方は、あれねとも気づく方も多いんですけど、まあ、ロロピアーナ、カシミア素材に定評のあるロロピアの中でもさらにそのカシミアのトップレンジのものだけに付けられた、ネームというかシリーズがあるんですけど、それがカシミアアワードというシリーズがあるんですね。で、そのカシミアアワードの中でも新しい素材としてカシミアアワードストレッチになります。で、これが伸びるんですね。こう本当にこうドライビングコート名前の通り、こうこのまま着たまま運転できる、こう腕を可動域伸びて動きやすくなるのですごくいいと思います。このベージュの色の出し方も、まあ、ザ・ロロピアーナっていうカラーで、まあ、すごく上品ないい色合いになってるかと思います。ちょっと強めのこう、なんていうんですかね、こうあやめが出るようなこの組織で立体感がありながら、カシミアならではのこの色目、そしてこうストレッチ性、まあ、すごくいいかなと思います。で、この素材も、ロロピアーナさんに、まあ、最終的に確認したところ、実は世界でこれ扱っているのもリングジャケットだけの素材になります。この色、この素材というのは、世界限定リングジャケットと、ロロピアーナでも他の、メーカーには出してないということだったので、まあ、これは他には手に入らない本当にいい、コートに仕上がっているかなと思います。はい、じゃあ次のモデルをご紹介したいと思います。まあ、先ほどのドライビングコートのロロピアの、カシミアアワードストレッチも抜群にいいんですけど、まあ、他の素材もたくさんいいのあります。本当にもういろいろねご紹介していきたいんですけど、多分こう話してるともう何十分とか何時間ぐらいになっちゃうんで、まあ、まずはとこう一モデル一素材ちょっと今回気になったもの、まあ、前回の予約会でご紹介していないものをちょっと、今回お話しさせていただければなと思います。
で次がこの、まあ、先ほどちょっと長い丈が多かったので、まあ、短い、アウターをご紹介させていただいたんですけど、そうは言ってもやっぱりこうガバッと張るこのタイプすごくいいかなと、かっこいいと思います。で先シーズンはあのシングルの、ラグランコートでベルテッドっていうタイプやってたんですけど、今期ご提案させていただくのはこうダブルのタイプで、しかもダブルの4つボタンになってます。ロンビーって意外と珍しいですね。今までダブルも何回かやってたんですけど、まあ、いわゆるこうトレンチコート型をこうシンプルにしたものだったりとか、もう少しボタン数の多いものやってたんですけど、少しこうモダンな雰囲気に仕上げていってます。まあ、今期リングジャケットのこうテーラードスーツジャケットのコレクションでも、4つボタンのジャケットだったりとか、4つボタンの、まあ、ジャケットパンツのセットアップのカシコとかのスーツ提案させていただいてるんですけど、まあ、オーバーコートにおいてもこの 4B っていうのもすごくモダンな雰囲気に見えていいかなと思います。でさらに、ベルトの方も昨年展開してたのはあのバックルがついて本当にトレンチコートみたいな形の、菊穴が開いててこう止めるタイプだったんですけど、今回は、本当にこうガバッとギュッとこうローブコートのように使っていただけるようにこうバックルなしのこのデザインにしていってます。まあ、あの外してあの使っていただいてもいいですし、本当にこうラフな感じでこうぐるっと巻いてギュッと締めていただいてもいいですし、まあ、なんかこうポケットに邪魔な時に入れてという形でもいろんな用途で使っていただけるかと思います。まあ、長さも実はちょっといろいろ試行錯誤して、通常のバックルタイプだとこう結びにくかったんですけど、あのバックルタイプで菊穴が開いているものだとこの中心に来る位置っていうのがあるので、そこをベースに考えるとどうしてもこう縛る時にちょっと短く感じてしまうんですよね。まあ、縛れなくはないんですけど、まあちょっとこう、バックルを通して使うのではなくて、こういった感じでこうくるくるっと縛るような形になると、いわゆるああいうタイプだとちょっと短かったので、まあ、それでも長くすることはできるんですけど、今度は逆に長くしてしまうと通常の穴を通してやった時に先が異常に長くなってしまうので、すごくバランスが悪いんですよ。まあ、どっちを取るかっていうところなんですけど、まあ、今回のコートに関しては、まあ、あえてそういう、穴を開けてバックルをつけてそこに通して留めるっていうデザインではなくて、最初からこう紐だけで、こう留めるような、ベルタイプにしていってるので、まあ、こういろんなこう結び方だったりとか止め方を楽しんでいただけるデザインになってます。まあ、個人的にはこうふわっとこう一重巻くぐらいの感じもすごくいいかなと思います。まあ、ちょっとこうもう一重縛って着る着方とか、まあ、いろんなこう着方があるかと思いますので、まあ、そのあたりは店頭でスタッフにこういろいろご相談いただければ、いろんなこう着方をご提案させていただけるかと思います。であとこのコートの特徴として、まあ、先ほどもそうなんですけど、このステッチ、ここがいいですね。ここがちょっと太めのステッチ、意外とこれやってるとこないですよね。この幅がこう素材と相まってこう沈み込みの具合がめちゃくちゃかっこいいです。これいいですね。で、まあ、あと他のモデルもそうなんですけど、リングジャケットのオーバーコート、ラグランコートって袖がすごく綺麗なんですよ。で、なんていうんですかね、ラグランのコートってこうパターンを一歩間違えるとすごく昔っぽくなってしまう、ものも多くて、まあ、先の方がこうポコッと膨らんでしまうものだったりとか、逆にそれがあの出ないように綺麗に落ちるような形にするのがすごく難しくて、よくまあ、あのカジュアルというか最近こうなんていうんですかね、ヴィンテージのバーバリーのコートとかそういったものが人気だったりとか、それを復刻したりというものもあるんですけど、そういったものによく言われるのが一枚袖ラグラン、まあ、本当にここの切り替えがなくて一枚で仕上げていった時代のコートがすごくいいと言われたりもするんですけど、実はその一枚袖ラグランになると、袖のこう着やすさ設計という意味ではあのちょっと昔っぽいんですね。あの手を下ろした状態をベースに考えられているのではなくて、こう上げて作業することを前提にしているものなので、まあ、それを手を下ろした時にここにこう不要なシワが、まあ、こういうパターンになっているものが多いんで、それを落としちゃうとここにこうすごいシワが入っちゃう、まあ、それがあの味と捉えてやるのか、まあ、オーバーサイズちょっとゆったりめに着てここからストンと落ちるのがいいっていうのも一つ着方としてはあるんですけど、まあ、ドレス、綺麗なこうクロージングだったりとかスーツジャケット上に着るタイプにしてはちょっとこう人を選ぶというか、似合う人似合わない人が出てしまうんじゃないかなと個人的には思ったりもします。
まあ、ラグランコートも年代的に徐々に進化していって、なぜ1枚袖から2枚袖、2枚袖になって3枚袖ってなっていったかというと、まあ、いろんな系譜だったりとか考え方があるんですけど、まあ、袖をいかにこう綺麗にしていくか、まあ、タウンユースで使えるものにこう進化していくかということが一つあったかと思います。まあ、そこをファッションとしてどこにこう着目するかっていうところがあるので、まあ、何が絶対正しくて何が絶対ダメっていうわけではないんですけど、まあ、我々としてはこうやはりこう綺麗な袖、綺麗に着ていただけるこのラグランコートの袖というのはすごくいいと思うので、この袖を作るために何度も何度もこう試行錯誤して、本当にこうラグランコートっていうのが流行り出す前から、本当にかなり前からこういうコートを作ってやっていってるので、まあ、こういったベクトルではすごくいいコートかなと思っております。このガバッと変わる感じいいですね。でちょっとこう大ぶりの襟で、これも襟を立ててもね結構かっこよくこう男らしいというかコートになります。であとこの素材、この素材もすごいいいんですよね。これも本当に予約会の時はこう小さい生地のスワッチしかなかったので、なんかなんとなくいいけどなんかイメージ湧かないなっていうところでスルーしてた方も多いんじゃないかなと思います。もしかしたらこの今動画見られてる方で、まあ、予約会来られた方とかもあれそんなのあったっけっていう方が結構多いかなと思うんですけど、製品になって上がってくるとすごいいいかなと。実はこれ根率がちょっとこう変わってて、キャメルシルク、キャメル 80% のシルク 20% っていう素材になります。でキャメルというとこう、まあ、こう高級な繊維、まあ、カシミヤとはまた違ったベクトルのすごくこう保温性があって、高級ないい素材ではあるんですけど、それにシルクをブレンドしている、しかもその 80-20 という効率とあんまり聞いたことないようなすごい、珍しい素材になります。で生地メーカーが実はこれ E トーマスという生地メーカーを使っています。で E トーマスというと、ドレスクロージングお好きな方とかだとあれこんなイメージかな、あれ E トーマス本当に E トーマスって思われる方が結構多いかなと思います。で一般的に日本でよく使われる E トーマスはなんていうんですかね、E トーマスのポジション自体が日本だとあんまりこうやっぱりヨーロピアンゼニアと比べると少しこう認知度が低い部分はあるんですけど、イタリアの生地メーカーながら、よく言うとちょっと英国より、まあ、クラシックな色柄のスーツジャケットを多く作ってるメーカーで、まあ、悪く言うとちょっとこう古臭くも見えてしまうところもあるかなっていう感じです。ですね、まあ、ちょっと英国調をまんま英国生地でやるとちょっとゴリゴリすぎるんで、ちょっとブリティッシュな雰囲気を入れたいけどイタリアのこう雰囲気を入れたいなっていう時にイートマスを使うこともよくあるんですけど、まあ、それにイメージでいくとまた全然違う感じなんですね。これが面白くて、まあ、最近ちょっとコロナも少し落ち着いてきたので、イタリアの生地メーカーの方も日本に来られたりもするんですけど、まあ、先日、まあ、少し前なんですけどイートマスの社長が、来られたんで、まあ、リングジャケット本社の方で打ち合わせして、まあ、やっぱりイートマスはこうちょっと面白い生地やりたいなと、まあ、正直来年度の、秋冬の生地の話だったんですけど、今昨今いろんな事情でエネルギーコストっていうのがすごく上がってて、やっぱり生地値っていうものが来年度は今年とも比べ物にならないぐらいちょっと上がってしまうっていうことが言われてます。まあ、その中で各社いろいろ工夫して、まあ、ちょっとこうクオリティをそこそこ下げてプライスをこう調整しようっていうところも、まあ、多く出てきてはいるんですけど、そのイートマスの社長さんがおっしゃってた言葉でちょっと印象に残っているのが、もちろんこういろんなマーケットに対していろんなことをしなきゃいけない、まあ、ただクオリティを下げるのはしたくない、本当にいいものをやっていきたいんだと話されてたのがすごく印象的でした。まあ、私もこの7月にミラノニカ、ミラノの方でやってる生地の展示会行ってきたんですけど、2年半ぶりに久しぶりに行ってきたんですけど、やっぱりいろんな生地メーカーだったりとかいろんな方と話して聞いてると、やっぱり本当にいいものをやっていきたいってそういう思いだったりとか、どういうこのメーカー、この生地はどういう意図で作られているのか、そういった話を聞くのがすごく大事だなと改めて思いました。私もこの生地を今期これ使ってて、すごくこれはいい雰囲気だねって話をイートマスの社長さんに話した時に、すごくいいところに目をつけてくれて嬉しいと。値段ばっかり、まあ、正直いろんなブランドさん
いろんなメーカーがあるので、どうしてもこうあんまり価格帯が高くなりすぎると良くないので、やっぱり原料を抑えたりとか、価格をいかに抑えてやるかっていうことにすごく注力するところも、いろんなやり方があるんですけど、それも一つですけど、そうじゃない本当にいいもの、いい素材をこう、いい製品にして、お客様に届けるっていうところは、近い考え方を持っているなと改めて思ったミーティングでした。そういったちょっといいものを作ってるっていう、こう気持ちをこう、なんていうんですかね、持ってやっていきたいなと改めて思った素材になりますね。表の表情がこういいですね。キャメルならではのこうふわっとした感じにありながら、やっぱりシルクがブレンドしてあるんで、奥にちょっとこうキラキラっとこう光るような雰囲気があるんですね。これがすごくいいコートかなと思います。 あとこれ袖口、さっきのピーコート、ドライビングコートはカフスをつけて、以前はここ袖タブつけて、袖口にいろいろつけてやってたんですけど、このコートに関しては袖口あえて何もつけてないです。やっぱりこうシンプルにデザインをよりこう削ぎ落としていって、素材の良さが引き立つようなデザインにしたいっていうのがあったので、もちろん4つボタンで少しモダンなコートっていうふうにはしてはあるんですけど、全体的にデザインとしてはオーソドックス、そんなにこう極端なこう今シーズンしか見られないようなすごいデザイン性の高いものではないです。ベーシックなデザインなんですけど、よりこう削ぎ落とした本当にこういい素材のこう雰囲気を出したいなと思って、袖口もこちらに関しては本当にプレーンな何もつけてない形にしていってます。素材の良さを引き出すっていうのは簡単なんですけど、意外とこうそれをちゃんとできてるっていうのは難しいかなと最近よく思うので、よりシンプルで、上質な素材、それをこうさらっと着こなすっていうのがすごく今いいかなと思います。